皆さんこんにちは、武田塾の武田です。清水です。今回のテーマは共通テスト同日体験受験の勧め、高1高2生は共通テスト本番受けろ。共通テスト同日受験とは何なのかっていう話からさせてもらうと、はい、各大手の予備校とかで先輩たちがね共通テスト本番受けてる数時間後とかにそのまんまの入試問題ですね、うん、本当の入試問題をみんなで高1高2集まって解こうよっていうイベントが共通テスト同日体験受験ですね。各予備校が無料でやってるものなので高1高2生はぜひそこに参加して、うん、共通テスト同日に同じ試験の問題、先輩が解いてる問題をリアルタイムでやる、これがめちゃくちゃ意義があることだよと、受けてほしいよっていうことをね今回の動画ではお送りしたいなと思います。高田先生、はい、高校2年生で共通テスト本番の問題、うん、まだ解けないよっていう子も多かったりすると思うんですけど、うんうんうん、それでも受けた方がいいですか？ほぼ全員解けないと思います。めちゃめちゃ苦労するし、はい、むずーってなると思うんですけど、はい、でも受けてほしいなって思ってます。試験本番をリアルで感じられるからなんですよね、はい、僕自身もセンター試験同時受験高1の時も高2の時も受けました。そこで思ったのがこれをあの先輩が解いてるのかっていう風にね、はい、本番ってこんな問題なんだっていうのを肌で感じることができて、みんなも部活とかで知ってる先輩とかいるわけじゃないですか、うんうん、その人が大学受験の一発目として共通テストを開いてる姿とかもね僕で、ね、出てきちゃったんですよ。漢文っすね、僕覚えてるのは。いつもの漢文と違って見えたんですよ。先輩が人生をかけて解いてる漢文に急に変わったんですよ。僕自身もなんか緊張してきて、これを先輩が解いてるのかと思って全然読めなかったり解けなかったりしたんですけど、読めたり解けたりそういう必要は全くなくて、何が言いたいかっていうと、リアルに次1年後は高2の子だった自分の番だぞとかね、高1の子だった2年後が自分の番だぞっていう風に入試を覚悟する一つのきっかけになると思うんですよね。生々しく1年切ったなってことを実感するみたいな感じですね。いやそうなんです。だからこそやっぱね、今の話聞くと怖いよそんなのとか受けたくないとかね、逆にちょっとビビらせちゃってる、ビビらせちゃってるそう思うんですけど、大学受験覚悟がね決まってない子が多いと思うんですよ、うん、高1高2生覚悟決めろよと、もう1年切ってんだぞっつってね、はいはいはい、高3から1年じゃないんですよ。高2の1月、ここで先輩は共通テスト受けてます。つまり1年後は自分の番なんですよ。高2の1月が受験1年前、それでまだ受験勉強してないってどういうことなのみたいなもう今すぐ受験勉強だってね、この共通テスト同時受験をきっかけにみんな大抵やばいなって思います。共通テストやっぱり難易度めちゃくちゃ高いし、時間も厳しいし、傾向も変だし、解きづらいし、今まで勉強してきたこともなかなかうまくいかないんですよ。ただこれがリアルな本番なんですよ。1年後2年後みんなが受けないといけないものなんですよ。ってことを考えたらそこで焦ってほしいんですよ。1回これがリアルな本番かって思って受験勉強スタートする一つのきっかけにしてほしいなっていうふうに思うんですよね。結構早い段階から、ね、はい、申し込みスタートしてる予備校とかもあるんで、この動画をったらポチポチってもうすぐ押しちゃってほしいなと思いますね、うん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 、そこそこ俺勉強してるぜっていう子もやられると思いますね、うん、高2の進研もし偏差値65ぐらいでも、はい、結構ボコボコにやられると思いますね。高田先生は結構高2からゴリゴリ勉強してると思いますけど、はい、センター本番当日はどんな感じだったんですか？僕もボコボコにやられましたね。ボコボコにやられました。あの高田先生が、まずですね、高1高2それぞれセンター試験同時受験で事件があるんですよ。高1の時は京大を目指すブログ地学マスターっていう名前で、はい、受験ブログを書いてたんですよ、はい、で高1の時に同日受験受けてきましたと、うん、京大志望京大目指すぞ、はい、センター試験の英語200万点中95点っていう風に書いたら2チャンネルで晒されて、京大志望がこんな点数わらわらわらみたいな京大無理だろみたいな、はいはい、めちゃくちゃ炎上して、はい、僕のブログがめちゃくちゃ叩かれて、それでめっちゃショック受けたそういうね時期もあったり、2年生の時はね、はい、当時 80% 取れよと、京大志望ならと。で僕もその時やっておきた英語帳も500ぐらいはやってたんでいけるだろうと思って、英語はなんとか8割取れたんですよ、160点ぐらい。なんだけど他の教科ボロボロで 80% 取らなきゃいけないのに 65% しか取れなくて、うん、京大絶望的だよっていう風に当時言われたっていう。一回志望校僕下げてます、そのタイミングで。京大諦めて一回半大にするんですよ志望校、はいはいはい、そんな時期もあったりね。僕の中では結構同日受験って思い入れがある試験なんですよね。そうですね。動画の最初の方でね、はい、まず受けてみろみたいな話をしたと思うんですけど、結構最難関国公立目指してる子とかって、うん、今回の同日模試でそこそこ稼ぎに来るぐらいの目標できてる子も進学校が多いんですよ。清水先生受けたんですか？僕は、ね、受けてないんですよ。多い僕はあの翌日新聞で見て、はい、へーっつって、はい、あのんきりやってた結果、はい、やばかったですよ、ね、スタート遅れて。見たらいいんでしょって思ってる人いるかもしれないけど、新聞でただパラッと見たりとか、はい、ネットでパラッと見るのと、はい、みんなで集まって受けるんとではわけ違いますよね、はい、全然全然絶対受けた方がいいと思うな。あとはですね、無料で受けた後にね、結構予備校の勧誘とかもあったりするんで、まあそうですね良さそうだったらね、それもありかもしれないですけどね、うん、必要ないものは取らずに予備校でもらう分析とかも元に、自分が今何足りないかっていうのはまず分析してもらって、うん、単語ちゃんと仕上がってない、うん、そもそも単語分かんなかったなとか、うん、数学の基礎的な参考書全然終わってなくてやっぱり解けなかったなみたいなことが明らかになると思うので、うん、基本的には参考書仕上げる
るっていう結論になるとは思います。特に共通テストでできないってことは基礎的なレベルの参考書の定着度がまだまだってことだと思うので、当日もし受けてその後3月までとか3年生になる前までにここまでやろうみたいな目標に置き換えてほしいですね、うん、というわけで共通テスト同日受験できなくてもいいから受験の覚悟を決めるために一度受けてほしいなと思ってます。ぜひね高1高2生は受験勉強をスタートするきっかけにしてほしいなと思います。今回は以上です。田野先生、はいはいはい、今年も冬だけだけだの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです、あの冬だけだけだが今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんなこの冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄から。